はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、衛星兵が超強化、電撃の洗礼アップデートの解説ということで、まあ、BF5 ね、1月15日にでかいアップデート入りまして、まあ、いろいろ修正されたので、まあ、その修正の内容だったりとか、武器の調整みたいなね、FPS プレイヤー的に、まあ、影響のでかいポイントをこの動画ではね、紹介していきたいと思います。で、まあ、まずね、でかい部分から紹介していこうかなと思うんですが、でかいのは窓枠の乗り越えですね。なんか今まではなんかこういう、なんだろうな、まあ、なんだろうな、一番わかりやすいのはどこだろう。なんかでっかい建物じゃなくても、なんか小屋みたいな場所で、こう、窓枠みたいなのが割れても、崩れても、なんか乗り越えられなかったりとかして、判定おかしいぜみたいなことありましたが、そういう判定がちょっと多分でかくなったんでしょうね。そこが入りやすくなったっていうのと、あとね、石膏兵、スナイパーの、まあ、スポッティングフレアですね。スポッティングフレア超クソ狭かったんですが、今まで。それが、大幅に広くなったっていうのと、あとはね、キルカメですね。不完全で微妙なんだけど、まあ一応キルカメが追加されたという、そんな感じになっています。まあ、キルカメが追加されたので、なんか死んでからリスポーンするまでの体感の時間が伸びて、なんかちょっとやりにくくなった感がありますが、まあ一応ね、まあそんな感じで、まあキルカメも追加されたし、みたいな、まあそんな感じですね。で、まあ一番でかいのは、まあやっぱり基本的には武器の調整の部分がでかいかなと思うんですが、まあ武器の強化とね、弱体化があるので、まあ強化の部分からね、先に紹介していこうかなと思うんですが、衛星兵の小強化ですね。タイトルにもありますが、衛星兵めちゃめちゃ強くなりました。衛星兵そもそもですね、まあこんな感じで、キルカメ入って、まあなんていうんですかね、なかなかこう、蘇生みたいのがね、蘇生しちゃった方が早くこう回せる感じが、まああるので、まあ蘇生するか、みたいな、まあそういうところもあるんですが、単純にこう、なんていうのかな、リスポーンするまでの多分時間が伸びてるので、まあだから多分か、衛星兵が強いかなっていう部分もあるんですが、単純にですね、SMG 全般のですね、リコイルの低減と精度が向上したっていうね、まあそういうことなんですね。まあより低反動で、よりこう高精度になったので、まあなんていうのかな、まあ多少荒ぶる部分はやっぱりありますが、まあそうは言っても、あとね、こう、打ち負けるとかね、今みたいに打ち負けるシーンもありますが、まあそうは言っても、綺麗にね、よりフラットに弾が飛ぶ感じになってます。フラットにっていうか、綺麗に飛んでる感じですね。まあ、それは当たり前で、SMG のベースの精度がね、0.2 から 0.15 に減ったので、まあこれ 0.2 から 0.15 に減ると何が起きるかって話なんですが、これ大体、BF の場合、0.2 度っていう扱いなんですよね。この0.2ポイントっていうのは 0.2 度の範囲に弾が飛んでくっていう、まあその、まあ高温上の円錐状の、まあなんていうのかな、エリアに弾が飛んでくっていう感じなんですが、まあそんな感じでね、精度が上がったという感じになってます。あと、腰ダメのね、拡散の低下っていうのがあるんで、まあこれ多分スプレッドインクリースパーショットを言ってると思うんですよね。スプレッドインクリースパーショットって何やねんって話なんですが、打つと精度下がるじゃないですか。で、その精度が下がり具合みたいなね、まあそれがスプレッドインクリースパーショットなんですが、まあそれさらにスプレッドデクリースっていう値もあって、本当は精度を戻してるんですが、まあその多分インクリースの部分、増やす部分を下げたから拡散が低下したっていう、まあそういうことかなという、まあそんな感じになってます。まあだから今までもよりもね、腰ダメも打ちやすいっていう、まあそんな感じですね。で、あとね、まあ精度のアップグレードとかもなしに、まあ中距離とかね、狙えるよっていうのは、まあ分かってるんですが、まあ具体的にはね、分かってる部分で言うと、スオミ君だと、上方向のリコイルが 0.8 から 0.76 に減って、まあ左右の横リコイルをね、0.95 から 0.93 に減らしたよという、まあそんな感じですね。まあ他のサンマシンガも多分減ってはいると思うんですが、具体的な数字は、出てきていないから分からないという、まあそんな感じになっています。で、まあ、ちなみに、スオミ君の場合、なんていうんですかね、スオミ君今までこう、拡張マガジンが絶対必要だってみたいな、まあ、そういう感じだったので、若干リロード速度がちなみに速くなりました。まあ、スオミ君なんで強化したか全く理解できないですけどね、なんで強化したのかな、スオミ君みたいな。別に全然強いと思うんだけどなっていうね。まあ、そんな感じなんですが、まあ、一応サンマシンガン全般は強くなったよっていう、まあ、そんな感じです。で、あと EMP もね、ちょっとリコイルが変わって、まあ、EMP のリコイルってちょっと特徴的で、なんか左右に散るみたいな、まあそういうところが強くて、特に一発ずつ撃っても、なんかこう、まああんまりこう、なんて言うんですかね、弾が横にというか一発目の反動でいきなり横に行くみたいな、まあそういう部分があったので、それをこう、なんて言うんですかね、反動のパターンを強度を下げたみたいな、まあそういう表現になりますが、まあいきなり横に吹っ飛びはしなくなったっていう、まあそんなことですね。まあ、EMP 確かにね、あんまり強くないですからね。EMP とあとね、MP28 かな、あんまり強くないですからね。スオミ君とかは強いけど、あんまり強くないサンマシンガンもなくはないって。EMP は確かにね、微妙なんだよね。EMP 超微妙なんだよね。超こう、MP40 みたいに精度が高い系の銃でもなく、スオミ君みたいに近距離吹っ飛ばせる銃でもなく、難しいところなので、まあそういう微妙な感じだったから、まあ強化してもいいのかなと思いますが、なんでスオミ君を強化したかは俺にはよくわかんないですね。はい。で、あとね、サンマシンガン以外にもいろいろ強化された武器ありまして、面白いのはね、マーク6リボルバーですね。イギリスのなんだろうな。
中折り式のパキーンってこう、まあ、てか今作唯一の今のところリボルバーなので、まあ、わかると思うんですけど、なんとなくプレイヤーの人は。あのリボルバーの射程が大幅に伸びました。まあ、威力が上がったっていうか、射程が伸びたっていう方がね、表現として正しいと思うんですが、2発キルがね、できる距離が7メートルから12メートルになりました。で、そして 3発キルが12メートルから30メートルになったので、大体の距離で、まあ、普通のハンドガンで狙えるだろうっていう距離ぐらいなら、多分ぶっちゃけ3発キルできるっていう。まあ、そんな感じで、4ヒットキルもね、500じゃねえ、500メートルだったらすげえ、50メートルに拡大したので、まあ、なんていうんですかね、まあ、めちゃめちゃこう、射程自体が伸びたっていう、まあ、そんな感じですよね。2発キルの距離が7メートルから12メートルに、3発キルが12メートルから30メートルに、4発キルが30メートルから50メートルに拡大という感じになっています。まあ、そうっすね。今まででもそんなに弱いと思わなかったので、マーク6リボルバー。まあ、マーク6リボルバー使う価値あるかなっていう、まあ、そんな感じですね。ちなみに最小ダメージも15から22に増加なので、5発キルですよね、要するにね。今までだと 15×5 だとなんだ？何発ダメージだ？ 75?75 ダメージなので、永遠に死なない。6発、7発ぐらい撃たないで死なないね。まあそうだけど、まあ22なので、まあ理論上全発当てればどんな距離でも死ぬよっていう、まあそういうことですね。理論上ねっていう。まあ、絶対当たんないから大丈夫だけどねっていう、まあそういう感じですね。はい。で、次、STG の武器の切り替え時間を 0.85 秒から 0.8 秒に減少ということなので、まあ、STG の場合、これなんかアニメーションに合わせたみたいなそういうことが書いてありますが、まあなんていうんですかね。まあぶっちゃけどうでもいいってどうでもいいですよね。武器の切り替えの時間では、まあ短い方がいいに決まってるけど、そんなハンドガン持って走るわけもないしさ、みたいな。まあそんな感じで微妙な強化という感じですね。STG なんか前が微妙に強化されてるけど、いつになったら弱くなるんだろうっていうね、謎ねっていう。この無理やりな攻撃方法ね。うん、そこに突っ込んでくるんだっていうね。まあそんな感じですが、あとね、スローイングナイフの強化もあります。スローイングナイフは、一撃の距離が 6.5 メートルってクソ短かったので、10メートルに増加させましたという、まあそんな感じですね。で、投擲の間隔も 40% 減少なので、一撃がまあ、ワンヒットでね、キル取れる距離も伸びたし、なんていうんですかね、連射っていうか連投もしやすくなったという、まあそういう感じですね。まあだから、まあ、こう、強化された武器をいろいろ眺めてみると、まあ、強化された武器フル活用したかったら、まあ、スオミ君使って、マーク6リボルバー撃てばいいっていう、まあ、そんな感じになってます。で、まあ、逆にね、弱体化された武器ももちろんあって、悲しいのはですね、一番弱体化されてるだろうっていう感じになってるのは、MMG ですね。MMG の修正は直接的には、こう、なんていうんですかね、パッチノートには書いてありませんが、弱体化されます。なんでかっていうと、MMG はですね、バイポッドと姿勢の変化のリコイル低減っていうのを重複させられなくなったんですね。やっぱ、そもそも、こう、すべての銃に、バイポッドとね、姿勢変化によるリコイルの低減っていうのを、こう、まあ、なんていうんですかね、重複させられなくなったらしいんですが、まあ、要するに、MMG って伏せて撃つじゃないですか。まあ、ちなみにここのポジションめちゃくちゃ強いんで、ぜひ皆さんもね、有効活用していただければというふうに思うんですが、ぜひパクってね、使ってほしいんですけど、MMG って伏せて撃ったりとかするじゃないですか。で、今までこのゲームって伏せて撃ったりとかすると、リコイルめちゃめちゃ減るようになってたんですよ。で、まあ、今でも減るんですが、姿勢の変化、プラスアドオンでバイポッドの効果が今まで乗ってたのですが、まあ、なんていうんですかね、それ重複させられなくなったので、まあ、重ねられなくなったので、まあ、要するに、伏せ撃ちしながら MG42 撃っても、まあ、リコイルまあまあやばいっていう、まあ、そういう感じで、うん、そこはちょっと微妙だなっていうね。MMG どうすんのっていうね。遠距離狙いにくいっていうのがね、ちょっと悲しいかなっていう、まあ、そんな感じですね。で、姿勢変化によるリコイルの減少っていうのが実はあるよっていう、まあ、そういう話なんですが、まあ、それは知らないぜっていう人もたくさんいると思うんですが、姿勢変化のリコイルの減少っていうのはですね、まあ、一応、しゃがみの時は今まで 30% 低減だったらしくて、そしてそれが 25% になり、伏せ打ちの時が 50% 低減だったんですが、それが 40% になりましたっていうことですね。まあ、一応、まあ、だからこう、改めてこう、なんていうんですかね、まあ一応こうしゃがんだりとかすると微妙にリコイル減るよっていう。まあ特に伏せちゃうと、まあ約 40% 低減するなら今までは半分だったんですが、まあ一応まあとりあえず、まあしゃがむに限るっていう。まあそんな感じですね。とりあえずしゃがんとけっていうね。まあそういう感じですね。で、まあそんな感じでね、MMG、バイポッドと伏せ打ちのね、リコイル低減重ねられなくなったよって話もあるんですが、M1 カービンの縦リコイルも増えましたね。リコイルが増えたのがね、多いかなとは思うんですが、M1 カービン縦リコイルが 0.55 から 0.6 に増加したので、まあ、基本的に遠距離が抜けにくくなったよっていう、まあ、そんな感じになってます。で、あとゲベアの43とゼルブスラーバー1916、ドイツ系のね、セミオートライフルが、セミオートライフルっていうか、まあ、突撃兵が持ってるセミオートライフルが、35ダメージからね、最初ダメージが35ダメージから 33.5 に減りましたと。まあ、33.5 なので一応3発キルっていう、まあ、そんな感じですよね。
まあ一応3発キルだけど、まあギリギリっていう、まあそんな感じになってます。あと弱体化されたのはね、トンプさん M1928A1 のポーテッドバレル。こういったポーテッドバレルなんやねんって話ですが、左右リコイルの減少ですね。左右リコイルの減少の有効性が減少ということなので、左右リコイル減少させられますが、昔よりも減り、あんまりこうリコイルが減らないよっていう、まあそんな感じになってます。で、露骨に弱体化されたのはここら辺ですね、銃で言うと。まあここら辺なんですが、ややこしい調整をしたのもあります。それがね、M1907SF っていうね、やつなんですが、M1907 はあれですね、BFR にも出てきた、おもちゃみたいな銃ですね。おもちゃだけ射的の銃みたいなやつですね。M1907は、拡張マガジンがほぼみんな必須だぜって感じで使っていたので、拡張マガジンは標準装備になりました。強いね。拡張マガジン標準装備されるとか強いね、どう考えたってね。その代わり、さらにリコイルバッファーっていう上方向リコイルのね、低減を入れたんですが、それ強いね。拡張マガジンもついて上方向リコイルをさ、新しい、専門技能として入れられるわけだから強いねって話なんですが、その代わり、上リコイル自体を 0.68 から 0.82 っていう風に、0.14 ポイントかな、計算合ってる、そんな感じで上げたので、っていうね。強いのっていう。多分若干っていうか、リコイル結局増えると思うので、このままだとね。そんな感じですよね。っていう。M1907SF か、みたいなね。そんな感じですが。そんな感じで、一応こう、拡張マガジンが標準装備されて、リコイルが、若干増えた代わりに、リコイル減らせる専門技能入ってよってのもあるんですが、スコープもね、微妙に変わります。スナイパーライフルのスコープの光るやつが、今までよりも少し遠くからね、スコープの反射光が見えるようになりました。若干こう、反射光がこう届く距離が伸びたってことですよね。これは中距離スコープ、長距離スコープ両方とも伸びてるという、そんな感じになっています。で、そして、中距離スコープの輝き、その反射光が、長距離のものよりも小さくて地味になりました。だから要するに長距離スコープを使うと、目立つよっていう、そういうことですね。結局のところ、どちらかというと、アイアンサイトとか、そういう他のサイト、ほとんど中距離スコープとかみんな大スコープ大好きやんって話だから、要するにスコープの有用性ちょっと減らしたいっていうところが、ぶっちゃけの本音だと思うんですが、中距離スコープは一応こう、長距離のものよりもね、あんまりフラッシュが出ないよっていう、そんな感じですね。で、あと中距離スコープの反射光は、遠くなると減衰するよっていう、そんな感じなので、遠くなると見えなくなるというか、見にくくなるという感じになっています。大体これがあらかたのね、武器に関するね、修正ですね。もちろんもう他にもね、ストゥーカのね、サイレンの音がでかくなったとか、いろいろこう細かいですね、武器に関するというか兵器に関するね、いろんな修正はあるんですが、そういう細かい方のね、話はですね、パッチノート大体訳されてるので、細かく見たかったらですね、ぜひそちらをね、ご覧になっていただければなというふうに思います。はい、というわけでね、今回くどくどお話しさせていただきましたが、この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。